週刊ヤングマガジン、週刊ヤングマガジン、週刊ヤングマガジンは、講談社が発行する週刊の漫画雑誌。ジャンルは、青年漫画。1980年6月23日創刊。略称は、ヤンマガ、週刊ヤンマガ、ワイム、週刊ワイム。創刊時編集長は、宮原テ夫。発売日は毎週月曜日。掲載作品の単行本は、 ヤングマガジン系列専用の総合レーベル、ヤンマガ KCD 刊行されている。姉妹誌として、月刊ヤングマガジン、各月刊誌、別冊ヤングマガジンより2009年にリニューアルがある。現行の増刊誌として、2014年9月5日、創刊のヤングマガジンサードがある。過去に発行されていた増刊については、増刊号説。姉妹誌については、姉妹誌説。 漫画アプリおよびウェブコミックサイトについては、漫画アプリウェブ連載不死を参照。1968年、週刊少年マガジン編集部の内田勝、る、宮原照良らは、講談社に青年漫画誌の創刊を提案していたが却下されていた。同年、小学館からビッグコミックが創刊される。その後を追う形で講談社は1973年に、 週刊現代の増刊号として、劇画現代を創刊するが、一般週刊誌を作っていた、週刊現代編集部に、漫画制作のノウハウがなかったため、同年のうちに休刊する。1978年、週刊少年マガジンの編集長を退任した宮原に、新しい青年漫画誌を創刊するよう事例が出る。準備期間を経て1980年、ヤングマガジンが創刊。 当初は月2回間、第2、第4月曜日だったが、1989年8号から、週刊化された。上記の通り、週刊少年マガジンとは関連性があり、茂野周一や北安明、藤沢徹など同社他士の主力漫画家や岡本、むや花沢健吾など、他社デビューの漫画家を積極的に起用する。さらに、各メディアとのコラボレーション漫画の連載をするなど、 共通点がある。また、シューマガの予告を掲載している。2015年1月5日には、電子書籍版の配信が開始される。ただし、グラビアページなどは一部未収録となっており、紙版と同一の内容ではない。それゆえ、表紙の絵柄も紙版が、関東カラーのグラビアを飾るグラドルや女性タレントが中心となっているのに対し、電子書籍版では、 関東カラーを飾る漫画作品が中心となっている。特徴として、性描写を含む作品や、ヤクザやギャンブルなどの裏社会を描いた作品が多い。発売前の2013年7号において、当時 AKB48 のメンバーの笠井智美の写真に不適切な表現があったとして、2013年1月12日に発売予定だった同年7号の問題の 写真部分のみを修正した上で、翌週の1月1日に2013年8号として発売するという措置が取られたため、同年の7号は欠番となった。しかし、発売中止だった7号が一部流通してしまい、自主回収の措置を取った。問題の写真部分は、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律に抵触する恐れが指摘されていた。 ちなみに立件は見送られている。以下、2019年9月30日、2019年44号、現在連載中の作品、月1連載作品や不定期連載作品、短期集中連載作品も含む。1980年代から1990年代には、増刊号が不定期で発行されていた。2000年代以降には、ヤングマガジンアッパーズ、 月刊ヤングマガジンなどの姉妹誌が存在するため、ヤングマガジン GT など、単発企画中心の増刊号が発行された。姉妹誌のヤングマガジンアッパーズとの合同企画として、スポ像、妹像なども発行された。2010年代に入ってからは、逆増刊、ヤングマガジンサードが発行されている。1986年から1995年頃まで、 不定期に刊行されていた増刊号。海賊版と銘打ってはいるが、講談社によって正規に発行された漫画雑誌である。第1号は1986年4月14日号。1988年から1993年まで発行された増刊号。1991年から不定期刊行された増刊号。2000年に 新増刊として第1号からの通刊となっている。1993年から1995年まで発行された増刊号。1993年から不定期刊行された増刊号。1995年から1999年まで発行されたまで不定期に刊行されていた増刊号。新人作家による短編読み切り作品を中心に掲載。 1998年から1999年まで発行された不定期に刊行されていた増刊号。新人作家による短編読み切り作品を中心に掲載。2014年に創刊された増刊の月刊誌。1998年創刊、2004年休刊。1999年創刊、2009年休刊。リニューアル後継誌は、 月刊ヤングマガジン。2009年創刊。別冊ヤングマガジンのリニューアル後継紙。2015年12月18日に、ヤングマガジン海賊版からリニューアル。エブリスタとの共同運営。略称は、イーヤンマガ。2018年3月1日開設。講談社の漫画アプリ及び、同名のウェブコミックサイト。5. おさむき。